富山村は愛知県北下田郡に属していた村。愛知県の北東端に位置し、静岡県、長野県と県境を接していた。16世紀までは鴨郡に属していた。最盛期でも人口は約1000人に過ぎなかった。2005年10月末時点の人口は218人であり、日本の離島以外の市町村の中で最も人口が少ない村であったが、 2005年11月27日に豊根村へ編入された。これにより、離島以外の市町村の中で最も人口が少ない村の座を高知県と佐群大川村に譲っている。急峻な地形で平地はほとんど見られない山村である。急斜面に築いた石垣の上に民家が建っている。東端部は佐久間湖が広がっている。年平均気温が摂氏14度。 下日数約150日、寝雪日数約5日と夏は過ごしやすいが、冬はやや寒い。富山郵便局2000年の国勢調査によると、労働力人口は97人であり、労働力平均年齢は46.8歳だった。産業別構成比率は、第1次、産業12.4%、第2次、産業13.4%、第3次。 産業74.2%だった。かつては第一次産業の従業者が多かったが、最近では高齢化の進行によりその比率が急減していた。大きな産業がないため、高齢化と過疎化の傾向が見られた。生涯学習や山村留学を通じて、他地域との交流を深めていた。郵便配達は、隣の静岡県浜松市天竜区にあり、 天竜郵便局周廃局とする三作母郵便局が行う。そのため、愛知県に属するものの、郵便番号は、浜松西郵便局を地域区分局とする431-4121が使われる。富山村立東山小中学校と山村に、高等学校は存在しなかった。自宅通学生の大半は、県境を越えて、静岡県浜松市天竜区の、 静岡県立佐久間高等学校に進学することが多かった。稀に愛知県内の県立高校や長野県下稲郡阿南町の長野県阿南高等学校に進学する者もいた。愛知県道1号にある村内唯一の信号 JR 東海伊田線大嵐駅が最寄り駅。下車して前方の高の橋を渡ると富山村に入る。村民バスが うるし島大嵐駅間を運行1日4から6往復しており合併後は豊根村営バスとなったなお他路線との連絡はないため合併後の行政の中心地である豊根地区には自家用車でしか行けない村内に一般国道は通っていない富山村では電気は中部電力株式会社が供給していた富山村に 電気の供給が開始されたのは1924年である。長野県下稲郡、辰岡村に本社を置く電力会社南進電機が県境を越えて供給した。愛知県側からではなく長野県側からの供給となったのは愛知県側からでは山岳地帯で配電線建設が困難であったためである。南進電機は1938年に 中央電力に合併。続いて、戦時下の廃電統制により、中央電力は1942年に中部配電へと統合。富山村は、同社の供給区域へと編入された。戦後の電気事業再編で1951年に中部電力が発足すると、同社の供給区域に組み入れられ、現在に至っている。ありがとうございます。